G9 はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが日本国内向きに開発した AU ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN 対応携帯電話である。製造型番は SOX01。名前の由来はかつて AU デザインプロジェクトのデザインコンセプトモデルだったグラパシリーズの2009年バージョンを意味するグラパ2009から取っている。 なお、本機のデザインは、グラパ及び、グラパ00に同様、岩崎一郎が手掛けている。従来の、au デザインプロジェクト、並びに、ニュースタンダードに代わる、新ブランドである、イーダシリーズの第一弾として企画された。既存の S001 を元に再設計され、カメラは、S001 より、画素数がダウンして319万画素となり、 ISO1600 相当の高感度撮影機能が省略された。s 0 1以上に軽量に仕上げられ、端末外枠の装飾にはステンレスが、フレームレス構造の天気部分にはアルミがそれぞれ使用されている。s 0 1同様、内蔵メモリは約 70MB で 2GB を超える大容量のマイクロ SDHC カードやメモリースティックマイクロには対応しない。 S00H に続いて、グローバルパスポート CDMA とグローバルパスポート GSM のデュアルローミングに対応している。星印が付与されている機能、サービスは GSM モード時は使用不可。2010年6月24日に以下の新機能の追加が携帯アップデートにより行われた。ただし GSM モード設定時は避難所マップが使用不可となる。 携帯アップデートのお知らせ KDDI2010 年6月24日ありがとうございます。